提督が陳述に着任しました。抜け出そう。これより、テイニークレーター、カイニーフューチャー。近所のゲオ、なぜ先を撤去したし。さて、日付からもわかる通り、ハグロちゃんの会議が実装されたと聞いて、いても立ってもいられなくなりました。早速チェックですよ。ついてるってことはレベルは問題ないですね。そして以前コメントにもありましたが、ボブ先生の勘ってこの改造するときの顔アップ、すごく美人なんですよね。普段のコメントをした方とはピシガシグッグッとしたいです。他の子の改造を優先してください。美しい。前と同じ反応をつ。前は OL とか女子大生っぽかったですけど先生みたいな感じですね。ゆっくりの人生にこういう人がいればなぁ。いればなぁ。うるせえよ。装備も新規ですね。菊間さんとか絹笠さんが持ってるのに比べるとは少し落ちますが、それでも十分な強化ですね。早速昼、夜連撃しようにして。大切に使います。あ、デフォだと水上電弾なんですね。命中。索敵を取るか対空を取るかってところだな。こんな感じで。司令官さん、司令官さん。大事。すみません。それは何か新しいコミュニケーションなのでしょうか。さて、ここからはまた気分を変えて模様替えからやっていきます。今回は机、椅子の撤去が地味に嬉しいですね。もこもこした絨毯の上に執務デスク置くわけにもいきませんからね。その内装で障子とはどうなんだ。和洋折衷って素敵やん。そういうのとは違うと思う。とりあえず、これからの時期にはちょっと暑苦しいので爽やかなのに変えておきましょう。すっきり。さ、資源も回復しましたし、折れた心も戻りました。前回の予告通り、3の1のやり直しからのんびりやっていきます。司令官さん。会議のハグロちゃんも早速実戦投入です。第5戦隊、ハグロ、出撃します。司令官さん。大丈夫。いけます。いい。というわけでクリア済みでキストを出ちゃってますが、再挑戦といきますよ。第5戦隊、ハグロ、出撃します。ぐわー。なんだ、夢か。というわけでキストを出ちゃってますが、再挑戦といきますよ。ぐわー。なんだ、夢。すべて現実だということに気づくんだ。二分の一、二分の一がなぜ引けない。ぐわー。心にひびが入りかけたのでちょっと休ませてもらいました。チクマ、今日こそはやってやるです。出撃します。イエス。でもこれ、単純に考えると2分の1かける2分の1って、結構鬼畜な確率だな。通常海域は逃げるわけじゃなし。いつか行ければいいだけの話ですよ。あとは運を天に任せましょう。右へ、蓬莱激戦、始めます。サミダレを集めて生やしって場所だっけ？ええー
わ。グッジョブ。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。私は問題はこの後ですね。ここまででこの存在ならなんとかなるでしょう。やはり見守ります。右へ、砲雷撃戦、始めます。マヤ様の攻撃、くらえ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。ちくしょう、この私がここまで。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。弾幕を張りなさいな。撃て撃て、うりゃ。くそ、直撃かよ。冗談じゃないよ。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。やだ、マジ恥ずかしい。空母怖いな。前回もコネコにされた全員の3割くらいの空母の一発だったな。ゆっくり最適には空母の目に一発入れたいところでしょうか。このシリーズたまに携帯版ニコニコで弾かれることあるんだから自重してくれよ。マジで撃ちます。野戦を避ける理由もありませんね。お疲れ様でした。私が強い理由？守りたい人がいるからよ。さて、誰が出てくるかな？航空母艦、赤城です。空母機動部隊を編成するなら、私にお任せくださいませ。ホロだぞ、喜べよ。いや、いいんですけどさ、いいんですけどさ、三隻目ともなるとありがたみが薄くなるなって。さて、これからですが。うん、三の二とかどうすんだ。こればっかりはどうしようもないので、駆逐艦育てないとダメですね。そこから先の一部艦種が必須となる海域も申し訳ないですが、縛りは解除しようと思います。とはいえ必須編成以外は従順と後順を投入するつもりですので、ご容赦いただければ幸いです。じゃあ次回は3の2を、それとも4の1も考えてましたが、どうも今回のアプデで二の五なるマップが出てきたので、そっちの攻略をお送りしようと思います。他の艦種も育てたいですが、いやはやや継ぎ早で大変ですわ。正規空母と戦艦のレベルの低さが際立つが仕方ないな。仕方ないですよ。ほんとか、ほんとのほんとに仕方ないのか。私がそう言ったらそうなんですよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。